はい、それでは原田のバーエボ直前スペシャルということで、まあ、前回に引き続きなんですけれども、マスター原田さんと、ロート G 所属のプロゲーマー時野さんにやられております。はい、はい、というわけで、今回は鉄拳7を使ってお二人にガチバトルをいただきたいというふうに思っております。はい、このモニターでね、このモニター、はい、で前回の動画ではこの実際に映す絵っていうのは映ってなかったのかなと思うんですけど、これが背面のデザインになってるんでね、このそうこれすごいいいね、これ後ろいいですよね。僕らは後ろ映ってましたけど、はい、おしゃれで、お二人がしてるヘッドセットとのこの親和性というか、はいはい、まあ、セットだというより、うん、この白、そうこれ ねいいんですよ。これいい、これねつけるとマジ聞こえないんですよ。遮音性、遮音性すごいです、ね、遮音性すごいのと、あとここイヤーパッドが、はい、あの耳をこう耳の周りを行くんで、こう耳自体を押さえないので、結構長時間できそうなのと、俺メガネいつもしてるでしょ、うん、メガネでもなんか不思議なことに悪い、あ、いいんですよ、いや、そうメガネのプレイヤーよく言いますよね、これがあると。これは大事なんですね。ここのパッドのせいでなんかグイッてされて、うん、メガネ上に上がるとか痛いとかなっちゃうんで、これは割とそれを圧迫しないっていうのは重要なんですよ、ね、素晴らしい。こちらも皆さん、あ、時田目はいい、目がいいんだよ。僕レーシックしました。あ、そうレーシックしてる、ロード G やってるから、ロード G のね、あーそうですね、それも目移りで、ロード G のおかげで維持できて、維持シャキーンとしてんだよね、はい、いつもね、うん、さあそんなわけで、うん、鉄拳7のガチバトルなんですけれど、はい、まあ、こちらはね原田のバーなんで、番組的に、うん、はい、原田のバーなんで、もちろん負けてタダで済むはずがないと、何かある、そうなんですか、何かあるぞっていうことで、はい、タダで住んでたけどな、今は今回はただでは済まないと、うん、いうことなんで、なんと、うん、負けた方にはまだ何も決まってないんですけど、おういや、それ一番嫌だな。エボジャパンが、うん、まあ、後に控えてるということで、はい、その負けた方の、残念ながら負けてしまった方は、うん、エボジャパンで、まあ、なんかちょっとあの恥ずかしめを受けることじゃないですけど、か、まあ、ファンサービスでもいいですし、うん、そのせっかく会場がね、はい、あるんですから、何かやっていただこうかなというふうに思っておりますので、負けないようにお二人頑張っていただきます。なんかふわっとしてて怖いな。ふわっとしてるのが一番嫌だね。後付けでいくらでもいくらでも変えれるってことでしょ。慣れてる。でも結構そのファンサービスはね、特にあのお二人は普段からされてるでしょうから。そうですね。せっかくね、エボ会場は本当にいろんな人と会えるので、うん、そういうことをねさせてもらう場所でもありますので。まあ、うん、これもいつも言われますけど、うん、負けなきゃいいんですよ。あ、上がりました。じゃあ意気込み、どうしますか。じゃあ僕から。いいですか。はい、時野さん意気込みお願いします。私何を隠そう。今回エボジャパン、うん、ストリートファイターだけと思ってるじゃないですか。思ってる。エントリーしてるんですよ。こっちに。マジで。そうなんです。まあ、まあでも元々結構やできてるからね。本当に強いですよ。もともと鉄拳は時々割と強いのは知ってたから。そうなんです。5DR6 あたりはかなり、かなりやり込まさせていただいて。セブンも相当やってましたよね。セブンしかも5切れんじゃなかった、本当に。遅い。本当に。豪気使いですね。こんなの来るんでしょ、だって。うん、だって、ネイティブ豪気使いでしょ。ネイティブ豪気使い。参ったよ。そのままのコマンド、コマンドコマンドね。コマンドめちゃめちゃにしてやればよかった。ハンダさん、そのストリートファイターでプレイしてた豪気使いがプレイできるようにっていう感じで設計されてるじゃないですか、鉄拳の豪気。そうだから、特にスト法の豪気を使ってる人はそのままいけるぐらいで再現しようっつってやってみた。やっちまいました。結果本当に。本当にこういう人がいる。やつが来まして。本当に強いですかね。困りましたね。いや、そう本当に皆さんにもお世話になりました。ありがとうございました。豪気で行かせていただきます。はい。はい。皆さん頑張ってください。頑張ります。さあ、それでは原田さん、意気込みお願いします。俺はじゃあ、できるだけあんまり時々が対策できなそうなキャラで行くしかないかな。リディアで最初暴れてみようか。一応ルールなんですけど、はい、2試合選手、まあ、3ラウンドを1試合として、じゃあ1回試せるね。そう、1回試せるです。ちょっとリディアで暴れてみようかな。俺もリディア別に全然使えないんだけど、うん、じゃあせっかくなんで、でもエボジャパン準拠で、ね、負けた側はキャラクター変更かステージ変更とか。あ、なるほど。あ、でも鉄拳ルールですね。鉄拳ルール、そうだ。 Get ready for the next battle。はい、それでは、はい、お願いいたします。お願いします。
本当にリディア・ソビエスカを選択しました原田さん。ちょっと、うん、あんまり専門じゃないんだけど、ここはランダムで。ランダムで、はい、いきます。はい、はい、わあ、狭い三島道場ですね。三島道場来た、はい、さあリディアはさあ、ちょっと暴れてみるしかないかな、まずは、うん、最後に追加されたキャラクター空手をスタイルするキャラクターですね、はいはいはい、かなりね、このリディアリーチが長いキャラクターで、そうそうそう、もう豪気っていうのはやっぱ懐に飛び込むのが難しい、うん、そしてコンボも難しいというキャラクターになっております。おポーランド、実際にこの女子の空手世界チャンピオンの方がいらっしゃるんですよね。はいはいはい、お使ってるいいよ。さあ、まずは波動拳で決定していくのは、はい、起動豪気接近戦です。やばいやばい、もうその下段から入るのもうそれしかないからしょうがないんだけど。なるほど、下段からね、この連続技がかなり多くつながるというキャラクターですが、そしてゲージがたくさんあるとより強力なコンボを繰り出すことができますが、下段多いな、下段が多いと、下段多いな、あ体力はほとんど、あこれ2ラウンド設定になってますね。あ本当だ、じゃあ2ラウンド設定でいきます。よし、ゲーム設定、あ厳しい、あちょっと待って、危ない危ない、逃げてくれ逃げてくれ、今押しちゃう、抜けるジャブ打ってた状態ですけど、これは、ね、遠距離からね。あ波動拳を横移動で避けていく原田さん。俺あーやれー、魂の台足、ゲージがある、まあ、これで1試合目リーチは時の動き、連続技で攻め込んでいくのは原田マスターだが、ちゃんと切り返し、ケイもう一丁、あーいや、お互い空振り、気まずいですね。なんだこれ、なんだこの技、わかんない、誰が好きがあるのかわかんない、誰が好きがあるのかでも原田さんが手数が多いんで結構時の動き壁に追い詰められてますが、ちょっと待って、一回技を、そうこれですね、あっと受けていた、あこれは壁まで、あ壁壁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 壁、ゲージをどう使うか、まずゲージってこれあれだよな、攻めていますが残り時間は10秒ですけど、これはあガードされてる、レースダメだ、まあ、慣れてるキャラでいこう、まずは時の豪気先生、じゃあキャラクター選択で変えます、キャラクターを変える、変えます。これはね、俺ちょっと思ったのがね、今のでちょっと見切りましたか、あのね、あおこれマードックいけるような気がする、マードックにカーソルが合わせている、マードックはこれキャラ、これはランダムですね、ランダムですね、はい、よいしょ、おー、まあまあ、まあまあ、上層は狭い、はいはいはい、上層中層は狭いステージですね、はいはい、ステージギミックのあるステージ、割れるやつですね、これそうです、ね、時のペースで進んだ1試合目でしたが、2試合目原田マスターが選んだのはマードックということで、その狙いはいかに、マードックはね、あんまりね、なんか分かる気がする、うまい下手をね、潰すことがあこれだ、これありそうだ、マードックだよ、待って、これだけ、これだけ、これ飲んで、これ飲んで、あんまりね、うまい下手関係ないんですよ、タックル自体が抜けるのがすごい難しくて、倒された後もタックルになっているという、まずはこのタックルでダメージを取っていったのは原田マスター、よけている 2D の技たくさん使っていきます、 2D の技をたくさん使っていきます、2度目のタックル読み勝っているな原田さん、おそう置き止めをガードしている、やばいやばい、隠して、やばい、右投げ、右投げ、 OK 抜けてる、接近戦ダメージを取らないといけない時の、まずいまずい、あ置き止めはこれ来んじゃない、やばい、今度アタックル空中拾ってる、ダメージが入らない、時間は少なくなっている、もう1回タックルだ、あこれまず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 ほらこれ結構これ嫌なんじゃないかなっていう、今何かを狙っていたような素振りもありましたが、あータックル壁まで運べるのか、ギリギリかすだが置き攻めがある、ここで座れたんですけど、これはかなりペースを握ってるんじゃないのか原田さん、いやもうこれ攻めるしかない、もう接近戦小技での応酬、右でもそうでしゃくんで投げはできます、パッタがタックル、オッケー、シャガパンパン、オッケー、波動拳で、体力はやった、波動拳でいく、波動拳、タックルに対して波動拳、マードックは でかい、いやいやいや、まずまずちょっと待って、寄られちゃう寄られちゃう、これやばい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 、オッケー、あうわ、よくよくしゃがんだ、だがまずいぞ、スクリューして、待て待て待て、オッケー、置き攻めはどうする、タックルに行くか、軽振りしてる、いいで、さあどうだ、投げ、抜けて下段に行く、あーマジか、さすがにこれやらしいよね、まずいな、これで1対1、
さてどうする。これ熱いよこれ。運命の決定戦です。次の試合これはステージ選択はいけない。キャラクターを選べますが、だからキャラクターも選べるけど、まさかさすがに号機から変えるとこあるのかな。一応は時戸さんは鉄拳6もほらね、ボブ使えるボブとか使えるからね。ボブの印象あるね。さすがに全然わかんね、うん、ステージ選択でいきます。ステージ選択で、じゃあ得意なステージを選べます。キャラクター変更しなければ選べる、はい、これね、一般的には豪華ね、壁が結構強いんじゃないかなと思うんですけど。そうですね、うん、おっしゃる通り。そうだね。ということは、壁なしはなしと。いや、でもやっぱ今度狭すぎると今度それはそれで、あー、そう、やっぱりバードックで荒らしに来られるわけですよ。そう荒らされなければ俺はいけんじゃないかなと思って、はいはいはい、逆に壁際嫌なのは時のも嫌なんじゃない。そうなんです。確かにさっき見えたのがタックルに対して波動拳で迎撃するっていう動きは、はい、広い方がやりやすいですよね。遠距離戦で行かせていただきます。なるほど。壁なしステージにカーソル合わさっていますが、この曲もいい。インフィニットある意味 2D 格闘的な感じになりましたね。これ曲もいい。よく見ましたね、TWT でもこのステージ。まあ無限ステージを選ぶ人はね、よく選ぶ人多いんですよ。曲が好きって人も多いし、曲、うん、この曲本当にかっこいいですね。うん、ね、さあ決定戦です。決定戦です。まさかの原田マードックタックル作戦。これに対して時のどうする。とりあえずダイヤシタックル。ダイヤシ。ダイヤシ。よし。もう1回、2回のダイヤシ。ああ、やっぱりね。ダイヤシはね、抑えてますね。あ、これ後半当たりがある。後半判定つけんすかこれ。開発者になんでこうなってんじゃんという不満をぶつけられる。オッケー、これは新しいですね。はいはい、対戦しながら開発者に不満言えるんだもんな。ちょっと待って、今勝利が。オッケーオッケー、浮かせればよかったな。基本的な性能は高いんで私。やべ、さあ浮かせ技がギリギリスポ。タックル来た。待って、今勝利君からだが読み勝ってるのは原田マスター。これで体力ほぼ5分。お膝どうすんの。チャブ台返し。オッケー、いていて、スラッシュ、はい、右、よく抜けるね、レイジにならない、これでレイジ状態、俺も投げ、投げ合いになった、さあ時の豪気リーチ、どうなる、ワンツーから入って、細かいですね、原田マスター、あー遠い、しゃがみパンチ、お、何それ、しゃがみ投げ、ちょっと待って、どっちどっちどっち、タックル、あー分かんない、これ本当に、右打ち、ガチ二択です、そして奥手前出していく、はいはい、見ていて。原田マスターも切り替えてますね。先ほど下段だったんで、今度は中段。あー、待って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 、これやはり抜けるのが難しい。これ両パンチをね、連打しないと抜けられないんで。うわ、これは真ん中両パン抜け。だが、レイジ状態だと攻撃力が上がっている。うまい、うまい、うまい。ジャブで打ち落として空中です。ミスってんじゃん。待て待て待て、瞬刻殺が入らなかった。ゲージ使いたい。ゲージはたくさんある。ゲージを入って。さあどうすんの。ワンツー、厳しい、厳しい。どうなるか。厳しい。横行って逃げる。あー届かない。残ってる。待って、来ました。どうなの。よっしゃ、いけ。それか、最後の最後でタックルに対して頭がかすったね。バシッとバシッとやられたね。今ヒットがちょうど発生するとこだったんだけど、いい勝負で決めてくれました。勝ったのはロードシー時の。ありがとうございました。ありがとうございました。いい勝負だったなぁ。見せるわ。なかなか面白かったね。いや面白かったっすね。ガチだからねこれね。タックルに対して最後昇竜拳打ってる。いやもうなんかね、タックルに対してやんなきゃいけないなと思ってたんですけど、はいはいはい、最後の最後でうまく噛み合わせることができました、ね。原田さんもね、タックル行った後置き攻め実はレパートリー毎回変えてて、そうできるだけ変えたんだけどね。そう、うん、ただし、いや白熱した勝負でした、いや時戸さんおめでとうございます。ありがとうございます。と原田さんには、はい、罰ゲームとして、はい、3月31日、4月1日、うん、4月2日、3日間行われるエボジャパンで、はい、何かしらを、はい、何かしらをやっていただくの、何かしらをやる、分かんないですけどね。これはもう原田さんにお任せするというような形になります。原田さんにお任せするんですか、うん。あ、まあ、こちらでね、あの競技の上でいろいろやっぱ揉んでいただいて、原田のバーで競技の上時間たっぷりありますから、もう決めてますけどね、はい、あれそうなの。ストリートファイターにエントリーするマジかそれやばいですね、面白いな。すごい速さで終わる企画だけどいやでもないですよね、あんまりそれ、なんか初戦ぐらい勝ちたいよな。そうですよね。エボのね、ラスベガスでは俺1回エントリーして1回目は勝ったことあるね。あ、そうなんですよ、前例があるんで。え、それ鉄拳ですか。あ、それ鉄拳で、ね、あ、鉄拳でってことですよね。あ、そうですよね。さすがにちょっとストリートファイターでやるとなんか
苦情が来そうだよ。人の畑でちょっとやめ、普通にメーカーからやめてもらえますかって来そう。いや自社からも来そうですもんね。確かに確かに。まあ何をやるかはね、その皆様もぜひお楽しみにしておいてください。はい、それでは鉄拳セブンガチバトルを終えたお二人に、試合の感想を聞いていきたいと思うんですが、はい、では時戸さん、はい、勝利した時戸さん、いや激闘でしたね。本当にまさかマードックが出てくるとは思いませんでしたね。キャラクターなんか予想してたんですか。いやなんかキングとかがすごい好きなイメージがあって、はいはい、確かに鉄拳8のね、はい、キングが楽しいなんてことね、言ってましたよね。原田さんといえば、あとはまあ主人公格の平八とかっていうのがイメージしてたんですけど、うん、まあ、最初、まあ、リディア出てきてマードック出てくるっていうのはね、なかなか作戦があれですよね。そう、知らなそうなリディアを使うとかで本当に勝ちたいんだなっていうのが分かる。罰ゲームが分かんないって一番怖い。怖かったですね、確かに。確かに、はい、でまあ、試合してやっぱこのちょっといつもよりは大きなモニターやって思ったのは、やっぱちょっとあの普段やってるのより大きめなんですけど、やっぱ横並びで対戦するエロなんかではこんぐらい大きい方がやっぱその角度とかもそのなんていうか横から見なくてもいいし、あとやっぱね隣でちょっと白熱するとねぶつかっちゃうとかもあるんですけど、そういった心配もなくプレーできるんですごいいいかなと思いました。確かに確かに、快適そうにプレーできましたね。割と話してやったけど全然違和感なかったですよね。やっぱりそうですか、うん、横から見てるって感じは全然しなかった、うん、やっぱりいい、これぐらいがちょうどいい。なるほど、27インチという大きさ、うん、はい、はい、こちらの詳しい説明はね、あの前の動画で3人で話してますので、はい、そちら皆さんチェックをお願いします。ぜひぜひ。じゃあ原田さん、その試合の感想を。いやー本当にストリートファイター操作で遊べるキャラを入れたのは失敗だった。そんなこと言わないでくださいよ。何年目だって話。なんだけ世界中を喜ばしといて。2016なんで、ね、大変ですよ。もう結構ですけどね。こんな時になって俺に帰ってくると思う。時を経てね。時を経て、うん、はい。いやでもなんかマードックタックル作戦も確かにそれはそうですよね。そうなんかあれはあれはねやっぱりいいキャラなんですよ。はい、あんまり。もう一回入っちゃえばもう、はい、鉄拳うまい下手があんまり関係なくなるからね。そうなんですよね、うん、で結構その例えばですけどね、うん、その職場に俺鉄拳強いんだよって言ってるやつがいて、うん、その人を見返すってなった時に結構マードクみたいなキャラで、ね、そう倒せちゃったりするんで、結構あれタックルばっかりやってると こんなのは鉄拳じゃないとかそいつ言い出すから大抵ね、そう大抵言い出すとそうそういうことで、うん、はい。そんなわけで、原田さんはそのあの、ね、選手参戦とかエボジャパンではないと思うんですけど、うん、時戸さんはあの鉄拳セブンでもエボジャパンエントリーしてるということですので、そうなんです。皆さん応援もちょっとまたね、これからもちょっと鉄拳の練習もしますんで、そちらの方もよろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。まあ、1回戦突破を目指してます。でも本当にエントリーするって知らなかった。びっくりしました。すごいですよね。そうなんだっていう、まあ、仲間内でどれかにエントリーしようってメインタイトル以外で、あ、で、まあ、僕はちょっと鉄拳結構やらせていただいて、あ、でもいいかもね、うん、そうお互いのコミュニティでそういうのちょっとやってみて、ね、そうっすね、うん、はい、久しぶりにまたよろしくお願いします、まあ、そうですね、うん、時戸さんなんかはだからそのエボジャパンの試運転にもなった機材的にはこの M3 のモニターとヘッドセットの H3、 あ、そうですね、そうそう、はもう現地でもあるわけですから、はい、はい、試運転になったと、はい、ちょっと今日はこれ持って帰って、はい、うん、持って帰らせていただきます持って帰る持って帰る買う気だったんこれもらえるんだよ。もらえるんですか。もらえるんだ。エボジャパンまでちょっと、ね、いいなこれ、なんて棚を足しようとしてるんですか、はい、うん、はい、じゃないですよ。割といい値段するからね、はい、ここそうですね、はい、セットでね、はい、セットでね、します。はい、ありがとうございます。さあというわけでお送りしてきました原田の場、今回はね結構あのエボジャパン直前スペシャルということで、いつもと一風変わったあの内容でお送りしてきましたけれども、この番組今回の配信いかがでしたか皆さん。じゃあどうですか時戸さん。なんかあのいつもの原田のバーと場所は同じなんですけど、あ、そう、実はね、場所は一緒なんです。その雰囲気違くて今回はその、まあ、モニターとあのヘッドセットに特化した番組となったんですが、はい、やっぱなんか新鮮でしたね。原田のバーでなんか普段僕があの YouTube の方でやらせていただいてるあの格闘研究室みたいなことで、やっぱ原田さん知識半端ないんですよ。やっぱ昔根からの PC ゲーマーでございますので、なんかそういった貴重な意見も聞かせてもらえて、本当にあの楽しい時間と有意義な時間を過ごさせていただきました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。時戸さんでした。はい、じゃあ僕から言った方がいいですか。マスター原田いいですか、うん、はい、原田さん、今回の言葉、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやいや、珍しい
感じの番組になったそうですよね、はい、そうですね、今までにない、はい、でもやっぱりあのみんな普段一人で検索したりとか、うんね、あ と本当に友達ぐらいからしか情報ないから こういうのを意外とこう詳しい人やってる側と作ってる側みたいなんで、うん、考察するのは割といろんなのでやりたいなって思ったね、はい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 、なんか楽しかったし確かに、うん、なんか買う人の結構参考になればいいかなっていうのは本当思ったし、うんうん、そういう意味で言うとちょっと新鮮でした ね、 あ、はい、そうですね。ぜひ他のソニー製品とかでもやれれば面白いかなと思いました、はいはい、まあ、別にソニー製品に限らずですけどねはいと思いましたね。はい、ありがとうございました。そうですね、確かにあのしかもプラスアルファの要素がエボージャパンに参戦する方は我々がレビューしてたこちらの製品をこの体感できるっていうのも、うん、ちょっと普通のそのねあの何かの商品紹介するときにはない要素ですよね、うん、実際に多分すごいたくさんの人がね各種タイトルエントリーしてる鉄拳も1000人超え、うん、エボージャパンはしてますね今ねとかっていうまだ伸びてるみたいですけどいうことを聞いてるので、うん、はい、はい、なんで実際その体感する方はぜひ楽しみにしておいてくださいと、はい、なんか自信を持ってね、うん、いいもんだなって思えるものだったんでそうですねこの大きさはいいと思ってもらえるよね多分ね多分そうだと思います、うん、割とやりやすいっていうのは、ね、はい、いいんじゃないかなあとヘッドセットもねやっぱりその装着感なんかもちょっと選手の皆様楽しみにしてもらえるといいんじゃないでしょうか、うん、はい、そしてそのエボジャパンもそうなんですけれども、いわゆる本家エボといいますか、うん、ラスベガスで、夏に行われている、今年は8月初旬に行われる、エボリューション2023になるんですか。でもこのモニター M3 とヘッドセット、うん、H3 が採用されているということですね。同じやつでやるんだ、はい、という発表があったようです。なるほど、そうなんですね。同元の祭典と言われているエボリューションで使われるものであれば間違いないでしょう、うん、ということも言えますよね。そうですね。これ本家のラスベガス、はい、何台持っていくんですか。そうだ、台数すごい。何台出すんですか。エボジャパンでだって300 500、エボジャパンで300でラスベガス500 500 500ヘッドセット1000ってこと。え、これ空輸するんですか、それとも空輸アメリカで用意するんですか。アメリカで調達1台ぐらいなくなっても分かんない。いや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 、やめてください。1台が一番バレるから1台だった時に絶対に原田さんになりますよ。それあいつなんか抱えてるぞってなんで原田さん抱えてるんだろう。はい、というわけで今回原田のバーでしたけれども、うん、気づけば原田さん3月14日で原田のバーって2周年なんですね。あんまり意識してなかったですけど、時戸さんが出られた回が初回でしたっけ。それはこの番組の前なんです。前もっと前です。それそうか、多分ファミ通でやってた時だ。そう、そうだそうだ、確かに確かに。まだおおよそそれから2年が経ったということで2周年ですね、うんうん。じゃあその原田の場は2周年になるわけですけれども、次回の企画はなんと、うん、まだ決まっておりません、うん、ああ、びっくりした。そうなんだ、びっくりした。決まってんのかと、なんか決まってないこと多いな。なので、うん、まだ決まっておりませんが、次回の原田の場またよろしくお願いいたします、うん、また違う舞台でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。